研究成果を社会で役立てたい、そういう研究者のために始まりました。大学で長年研究を続けてきていても、それをどうやって世の中に届けていいかわからないという研究者が非常にたくさんいて、そこをみんなでサポートしようと、そういう取り組みがテックプランターです。大学から出てきたような研究成果であるとか、エネルギー、ものづくり、バイオ、アグリ、海洋、宇宙といった非常にこれまで難しいとされてきた分野です。事業が成立するまで研究も含めてすごく長い時間がかかると言われており、ここをいかにいろんな人に分かりやすく伝えることでたくさんの仲間を見つけるかというところがポイントになっています。自分の考えを分かりやすく伝えられればきっと誰かに響くはずですし、一緒に何か進められると私たちも思っています。ゼロから1を生み出した人たちがまたそこから大きくなろうということで、一生懸命研究した成果というのを事業化してさらに研究を加速させようという人たちが集まってきてるんですね。世界を変える技術をここから生み出して、そういう方々をサポートしたい。だここっていうのは通過点でしかないし、あるいはスタート地点でしかないの で、2歩目3歩目どう出すかが事業として世の中を変える何かを始められるかなので、将来未来の、日本世界を変える、ビジネスをそこから本当に立ち上げたい。僕らは新しい職業としてサイエンスブリッジコミュニケーターという職業を作りました。これは皆様と一緒になって世界を変える、ゼロを1にする不得意な部分をなんとか補おうというのが大きな狙い。新しいテクノロジーを持ったベンチャーさんをお手伝いすること、新しい議論ができること、それをもう期待しています。予想外の気づきといいますかね、そういうところがここから獲得できると一番いいなと。我々もその共感して共鳴してですね、何か新しいものを生み出していければと思っていますので、非常に期待しています。新しい技術というものをですね、熱い思いを持ってプレゼンしていただければというふうに思います。皆さんの熱意をですね、ぜひ今回このプレゼンでうまく表現していただけたらなというふうに思います。熱い思いと、それから深い技術で支援していただける方々、それから仲間になっていただける方々、そういうのを探しています。ファッションあふれる発表、本当に期待しています。世界を変えたいというファッションがあるかどうかということが一番大事だというふうに思います。夢というものをどうやってつないでいこうか、その夢を実現するきっかけを与えてくれるような存在だと思っています。新しいチャレンジの、そのチャレンジの仕方、それからその出来栄えというものから私どもいろんなヒントを頂戴して、また皆さんを健康にしていきたいなと、皆さんと一緒に新しい価値を生み出していきたいなと思っています。通常の僕らはイベントを動かすというよりは、熱のある人たちを集めて本当に世界を変える化学反応をこの場から作っていきたいと思ってますので、まさに今回もすごく面白い、場所を作れたのかなというふうに思ってます。で、僕はいつも思うんですけど、やっぱテクノロジーが間違いなく世界を変えてるんですよね。ゴリゴリのテクノロジーをワクワクとともに伝えて巻き込んで、大工のように大きくなっていく、そして世界を変えていく、本当に燃えてる人は本当にやるんだ、そういう思いが一番伝わったプレゼンテーションと、内容だったかなと。ここからいろんなものが、融合領域が生まれて、超異分野の融合領域が生まれてですね、新しい一歩が出てくると。非常に壮大なビジョンを持ったチームだと思います。勘違いが甚だしい研究者集団、ただしそこの中に確たる技術がある。今日集まったですね12チームってすごいんですよ。131チームの申請から選ばれた12なんです。今日優勝したチームはですね、実は滋賀で発掘し、滋賀でも実は優勝してますね。地域からですね、しっかりとリバネスが発掘し育成する仕組みを作った一つの形だなと僕は思っています。集まってくる熱の強さが毎年毎年上がってます。僕らももっと頑張んなきゃなって思えるぐらい、いい人たちが来たなと思って。僕は基本的に一人ずつ必ずコミュニケーター、サイエンスブリッジコミュニケーターというメンバーがつきます。ベンチャーの方が諦めるまでやります。唯一辞めるときはその人がもう辞めますと言ったときに、我々は無理でいい、それを進めることはしません。だから諦めなければ我々も諦めない、
我々やるのは自分たちが一そのベンチャーのメンバーとして彼らが諦めなければ続く形だと思っています。ハンズオンで教えていくみたいな感じじゃなくて、共に戦うとか共に寄り添い考えるとか共に知識を混ぜ合わせて製造するとか、僕らも汗をかきながらやっていく、でこのやり方が今ないんですよね日本に。まあ、成功事例もこれからたくさん出てくると思いますので、まあ、全力で来年もやっていきたいなというふうに思っています。